今回ご紹介するのは、ティソの1950年代に登場した自動巻き時計、ハーフローター CAL285-1 を搭載したモデルです。文字盤は焼けたブラックヴィンテージカラー、くさび型とアラビア文字のインデックスとドルフィンハンドの組み合わせ、6時位置にスモールセコンドが配された精悍な風貌です。 SS ケースはラウンド型、裏蓋は気密性防水性に優れたスクリューバッグです。スーツなどフォーマルな上品さを求めたスタイルにも似合います。現行品とは一味違ったアンティークの魅力が詰まった通好みの一品です。ティソ、1853年に設立したティソ、パリ博覧会やジュネーブ博覧会におけるあまたの受賞歴により、時計メーカーとしての地位を不動のものとしています。世界初の胎児時計の開発、ワールドタイマー機構を備えたナビゲーターや、初めてケースにプラスチックを採用したシデラル、世界初のセンサー式マルチファンクションウォッチ T-Touch などを世に輩出。世界に先駆け時代を先取りした時計を多く製造し、時計史にその名を刻んだ実力派ブランドです。